前面から見た、頭骨頭骨とは、死守動物の前足を構成する骨であり、前腕の2本の長い骨のうちの1つである。断面は、角柱状の形状を取り、尺骨と平行に並んで存在している。頭骨と尺骨の大きさや、長さを比較すると、頭骨の方が、やや小さく短い。解剖学的生意において、体から離れた外側側に位置し、 親指の側にあるのが頭骨である。前腕及び手の頭骨側を頭側という。動部に対しては、医学用語の外側が日常語の内側にあたり、紛らわしい。頭側の反対側を尺側と呼ぶ。人の頭骨は左右の前腕に一本ずつ存在しており、尺骨と共に前腕構造を支持し、遂空の存在する感上骨、すなわち長骨に分類される。 金印板は、馬蹄のような細長い構造をしており、頭骨頭といい、円印板に移行するに従って、広く太くなる。金印板は、上腕骨と腕しおり関節を形成し、尺骨と上頭尺関節を形成する。円印板も、尺骨と下頭尺関節を形成し、修上骨及び突き上骨、三角骨と頭骨主根関節を形成する。 解体新書館の位置に記載された、カジヒージボネ及び、ジカヒージボネの説明英語など、欧州書語で使用されているラジアスは、もともとラテン語で、光線の放射、棒、杖、車輪の矢という意味である。古い中国医学では、新代の異ア金明に尺骨とまとめて、肘骨と言われ、競技では尺骨を、肘骨と頭骨を、タスク骨と呼んだ。 頭骨は、たわんだ形の骨のいで、杉田玄白が、解体新書で頭骨を、かじひじ骨と、尺骨を、じかひじ骨と訳したのが始まりである。ただし、解体新書の原文では、かじひじ骨、その上端有うにきどころ。その一者、京すねない筋のところなり、そのほのうちいもの、じじかひじ骨くしのところなりとあり、かじひじ骨の上端には、 すげない筋を挟む部分と、もう一方の骨の串を受けるくぼみがあるので、カジひじ骨イコール尺骨、じかひじ骨イコール頭骨であるようにも考えられる。いずれにせよ、鈴木文太郎が1905年に表した解剖学名医で、ラジアスイコール頭骨の用語が統一された。なお、大月玄卓は、重定解体新書で、ラテン語を直訳して、腸骨と訳した。 ありがとうございます。